ありがとうございます。ちょっとこちらから配信したいと思います。というわけで本日こちら、えっ、ー、と、3D のリボンを、フレンチリボンを作っていきます。というわけでね、早速始めていきたいと思います。でですね、こちら、こういうふうにね、先端にフレンチのリボンになっております。でですね、まずは、えっ、ー、と、毎度おなじみ、ちょっとパウダー混ぜるところからいきたいと思います。で、本日使ったお色はこちら。 エクルベージュとコートダジュールキャメルの2色を使っています。で、えっ、ー、と、写真ではない。ちょっとね、これ今日サンプルで新しく作ったんですけど、こっちのリボンはこちら、えっ、ー、と、コートダジュールキャメルに、こちら、ファーキャラメルを重ねてマットコートしている方になります。マットもね、冬とかだと可愛い,いですね。夏だとね、やっぱちょっとつるんとした感じが可愛い,いので、 こちらのね、ちょっとツルンとした感じでいきたいと思いまーす。で、えっ、ー、とですね、私いつもこの 3D パウダー使うときにおすすめしているのが、こういう硬いタイル。厚みがあって硬いタイルと、こちらプリジェルの商品なんですね。プリジェルの、こちらスパチュラになるんですけれども、とっても硬いです。結構他のメーカーさんよくね、しなっちゃうんですけど、しなりがほとんどなくて、ちょっとこの幅があります。で、なので、 こちら、3D パウダーを混ぜるときにとっても適しております。で、こちら、えっと、3D パウダー使っていきます。で、えっと、このなんで硬いもの同士がおすすめかっていうと、えっと、アルミとか、えっと、ペーパーパレットでも混ぜることできるんですけれども、まあ、このタイルだったりとか、こっちのスパチュラがですね、どちらかが柔らかいと、この混ぜるときに、すごいグネグネしてしまって、 で、力がね、すごいかかってしまうんです。すごいかかってしまうので、なるべく、あの、この両方硬いものを使うことによって、力があまりかからずに混ぜていくことができます。なのでね、これ両方ともパレットも硬くて、このスパチュラも厚いものがおすすめですで。まずね、エクルベージュを使っていきましょう。こちらです。で、まずはパレットにジェルを出していきます。パレットにジェルを出していきましょう。 こういう感じですね。で、ちょっと広げておきます。少し広げておきましょう。で、えっ、ー、とですね、少し広げてもらったら、こちら、パウダーを、このままスパッチュラをズボッと入れてもらって、まずは、 ちょっとね、少量入れていきます。ジェル1に対してもうパウダーも1ぐらいですね。ちょっとだけ入れていきます。で、えー、っとですね、この時に最終的にジェルが1だとしたらパウダーを3から4の量混ぜてもらいたいんですね。混ぜていくんですけれども、えー、っと、いきなり 1>, 1対4とか1対3を混ぜてしまうと、ホットケーキミックスとか、お好み焼きミックスと同じように、ちょっと混ぜづらいです。あの、パウダーがね、いろんなところに飛んでしまったりとか、あと、硬さにムラが出てきてしまったりとか、ダマができやすかったりするので、だいたい1対1ぐらいを、えっと、混ぜて、どん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 硬くしていきます。ちょっとずつなので硬くしていきましょう。 3D パウダー他のもの代用ないですね、これは。3D パウダーを買ってもらわないと難しいですね。私も試しにこれ、最初、プリジェルで仕事させていただき出した頃に、一回アクリルとかで混ぜてみたんですけども、やっぱアクリルだと中がね、すごい未硬化になっちゃいます。生焼けになってしまうので、ちょっとした、本当に薄くじゃないと、あの、硬化しなかったりとかしてしまうので、こちらはね、必ず 3D パウダーを買っていただいて、やってもらった、もらうものに になります,とです、ね、シアーカラーででも大丈夫ですシアー,カラーだと、えっと、パウダーを混ぜることによって、あんまりちょっとね、シアー感がなくなって、マットっぽくなります。なで、マットカラーかシアーカラーが。 おすすめです。で、クリアカラーだと、ちょっとね、あのー、なんか、グミとかわかりますあの、食べ物の、あの、クリアなんだけど、濁ってるみたいな。あんな感じになるので、綺麗なクリア感だけはちょっと難しいんで、あの、綺麗なクリア感を出したいときは、もう普通にスカルプトップとか、あのー、ビルダージェルとかを使ってもらった方が、あの、クリア感が出ますね。 でこんな感じでね、どんどん混ぜていきます。で、これ結構初めて 3D パウダー混ぜる 3D を、ジェル 3D をね、される方はよくね、パウダー結構量多いんですねって聞かれるんですけれども、えっとね、結構多いです。これまだまだ入れます。で、今の段階で、だいぶ、これね、形、えっとね、まだまだこれ硬くします。今ね、結構このツヤっとしている状態がないぐらい、 パウダーを混ぜていきます。このツヤっとしてる部分があると形が戻ってきてしまうので、形がね、作れないです。アウトラインがかなりだまで、これね、結構混ぜていきます。で、だいぶこのぐらい、ちょっとね、ツヤ、まだちょっとでもこの辺ツヤあるかな。こういうね、ツヤをすべてなくしていきます。で、多少硬さは人によって好みの硬さがあるので、お、なんか毛が入ってきた。 好みの硬さがね、あるので、そこは、あの、微調整をしていってください。ただでも、この艶があると、綺麗に形作れないので、艶はなくしつつの、あの、あまりにもひび割れを今度起こしてくると、今度は形が綺麗にね、つるっと作れなくなるので、艶はないけど、ひびも割れてこない、ちょうど粘土みたいな感じがいいですね。ちょうど粘土みたいな形に、 なるようにしていきましょう。こんな感じですかね。よいしょ。で、この時にあんまりパウダーを混ぜすぎて硬くなりすぎてしまった場合は、今度はあのジェルを混ぜてもらえれば元に戻るので、まあ、あの安心して心配せずに結構ね、がっつりどんどん混ぜていっちゃってください。こんな感じですかね。こんな感じで。 パウダーとジェルを混ぜていきまーす。で、これ EX でもミューズでもどちらのカラーでも混ぜることができます。こんな感じですね。ういちょっと待ってね。はい。こんな感じで混ぜていきましょう。で、目安としては、えっ、ー、と、こうやって例えばね、横に向けてコン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 って叩いたとしても落ちないぐらいな粘土ですね。粘土状態というか、はい。なぐらいにしっかりと混ぜていきましょう。 で、そしたらですね、もし、あと、あの、ワンポイントとして、厚みがある 3D を作るときは、ここに、一滴キャンジェルを垂らしてください。で、もう一回待てて使っていきます。で、今日はね、そんなに厚みがない 3D なので、こちらそのままいきましょう。で、そしたらですね、えっ、ー、と、まず、 もう一個ね、ちっちゃいパレット用意します。で、これプレップコットンですね。プレップコットンにプレップをしっかりと結構ひたひたになるぐらい染み込ませてもらって、このパレットの上に置いておきます。パレットの上に置いておきましょう。で、えっ、ー、と、こちらはこのシリコンブラシですね。専用の 3D を作るときのシリコンブラシがあるんですけれども、 こちらをこうやって拭いて使っていくようです。今までね、アクリルの 3D やってる人だと、あの、こまめに、あの、リキッドつけて筆を拭いていくので、あの、感覚わかると思うんですけれども、すぐべたついてきてしまうので、しっかり拭くように、あの、一緒にセットで置いておきましょう。で、まずはミクスチャーを取り分けていきます。で、ミクスチャーを取り分けるときに、えっ、ー、と、ちょっとね、素手で触っちゃうタレなので、 指キャップをまずしていきます。指キャップをね、していきます。で、えっ、ー、と、まずミクスチャー。今回は、4つ。 使います。えっと、キャンジェルを混ぜるのは、キャンジェルはノンワイプトップなので、えっと、このライトに入れた時に、あの、光への反応がとても良いように、えっと、ジェルの硬化開始剤が他のジェルより多めに入っております。なので、ギュッて固まるから硬化熱も他のジェルよりも少し出るんですけれども、なので、その光への反応が良いので、厚みがあっても光に、 が当たることで、より浸透してしっかり固まってくれるので、えっ、ー、とー、あ、ジョイアートにないかなどうだろうちょっと待ってくださいね。なので、あの、ちょっと厚みがあるときはキャンジルを混ぜてもらうといいです。ジョイアートにないかなジョイアートにシリコンブラシないかなちょっと待ってね。後でちょっと調べてみます。そう、プリモールにはシリコンブラシで出てくるんですけど、ジョイアートなかったかな どうだっけなちょっと後で調べてみますね。で、まず、えっ、ー、と、ミクスチャーを取り分けていきたいと思います。で、えっ、ー、と、ミクスチャーはこの、1、2、3、4つ必要です。なので、まずね、この上の2つ、ちょっと大きめ。で、この下の2つ、ちょっとちっちゃめに取っていきましょう。で、ですね。ちょっと大きめとちっちゃめ。で、この時に、えっ、ー、と、アクリルと違って、ミクスチャーの大きさを もう決めちゃいます。なので、あのー、結構ね、アクリルの時だと同じ大きさ取るの難しいなっていう人とかでも、ジェル 3D だと今の段階でもう大きさを決めていくので、非常にやりやすいです。大きさを今の段階で揃えておきましょう。なので、こうやって取、ね、ってもらって、くる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 ーと、こねこねーとしていきましょう。こんな感じですね。 2個取って、で、この2個よりちっちゃめに、半分ぐらいに取っていきましょう。あ、こんばんは<声な>。でね、4つミクスチャーを用意しておきます。で、えっ、ー、と、このジェル 3D は必ず未硬化ジェルがあるところに使っていきます。なので今日はね、このスティッキーベース使っていきましょう。 この,間ね、このボトルの口をきれいにしようと思ってあの本当はねエタノールとか使えばよかったんですけどちょっともうここでまた大型のめんどくささが出てしまってアセトンで取ってしまえと思ってアセトンねキッチンペーパーに含ませて拭いたらラベルがちょっと溶けてしまってあーって後悔したんですけれどもちょっとねちょっと溶けちゃいましたラベルが。 なんですけど、このスティッキーベースを塗って、ちょっと硬化していきましょう。必ずね、未硬化ジェルがあるところに使っていきます。そうなんです。これね、すごい、私スティッキーベース、こっちのボトルタイプ、すごい愛用していて、今のね、この手のやつもスティッキーベースでつけてるんですけれども、なんかね、ボトルタイプなので、ちょっとね、早いし、塗りやすいという理由で最近使い出しております。 ちょっとね、硬化をしていきましょう。でね、先ほど説明したようにこのシリコンブラシを今度使っていきます。でも、このシリコンブラシのところにちょっとね、汚れが残っていたりするとくっついちゃって使いづらいのでしっかりね、一番最初使う前もしっかり拭いておきましょう。あ、こんばんは。ありがとうございます。で、まずは、えっと、ここですね。この足の部分から作っていきましょう。足の部分から作っていきます。なのでまずミクスチャーを1個ペット。 えっと、ペット、取ってもらって、まず、ちょっとね、この、えー、っとね、この辺ですかね、リボンの、えー、っと、例えるならですね、この一番下のところじゃなくて、ちょっとこの辺の位置にミクシチャー置いてます。なんかね、一番下に置きすぎると、結構上まで持っていくのが大変だったので、ちょっとね、この辺、下より、下より、中間より、 ちょっと下寄りのところにミクスチャーを一回置いていきます。でそしたら、えっ、ー、とですね、筆の角度をちょっとな、立てます。立てて、あの、まっすぐにしちゃうと平坦に伸びていっちゃうので、ちょっと立てます。立ててもらって、斜め上にキュッ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 と進んでいきます。で、ちょっと立てて伸ばしていっているので、厚みがこうなります。 下の方に厚みがあって、上の方に厚みがない状態になります。で、そのままちょっとね、下の方もちょっと伸ばします。こんな感じですね。一旦こんな感じです。で、そしたら、このシリコンブラシの、今はね、こう使ってたんですけど、ちょっと立てます。立ててもらって、この幅を寄せていきましょう。今度アウトラインを。 整えていきます。アウトラインを整えていきましょう。アウトラインを整えていきます。で、このアウトライン整えるとちょっと表面が崩れて、表面が崩れるとちょっとアウトライン、えっ、ー、と、表面整えるとちょっとアウトラインが崩れてってなるので、交互に、ここ、 揃えていきます。交互に揃えていきましょう。で、ちょっとね、ここカーブを作っておきます。ちょっとボケますね、ちょいちょい。こうかな。ちょっとボケますね、たまに。こんな感じで交互にね、整えていきましょう。で、ちょっとした丸みとかカーブはこっちのやっぱブラシ側の方が作りやすいので、しっかりとブラシ側で整えていきます。 で、そしたら、ここの下の部分ですね。下の部分は、ちょっと端っこ一回ちょっと尖らせておいて、細かい作業はね、こっちのブラシ側の方がしやすいので、ブラシ側もね、ちょいちょい混ぜながら使っていきます。で、ここの下の、あ、毛が、毛が入りましたね。この下のところは、ちょっと待ってくださいね。ここですね。えっ、ー、と、一回、ここ、 ちょっとね、一部分を下からツッツつツつツッツッと、ちょっとつっついていって、ちょっとこのリボンのシュッというくぼみを作っていきます。こんな感じですね。 こんな感じでちょっとくぼみを作っていきましょうこうですねくぼみを作っていきますちょっとあなんか変なとこ彫っちゃったすいませんちょっと太かったんでちょっとね今細くしてます で、このジェル 3D はこの硬化、ライトに入れて硬化するまで、あの、ずっと動かせるので、まあ、ある程度で見切りつけて、ちょっとね、次にいつも行くんですけれども、ずっと動かせるので、最初はね、結構ずっといじっちゃうんですよね、これ、特に。まあ、こんな感じでね、行こうかな。よしこんな感じで。 いこうと思います。で、ちょっとね、このリボンの上のこの辺ですね。この辺ちょっと表面中央を触って少し叩いておくと、あのリボンがキュッて寄る、あのくぼみができるので、ちょっとだけ叩いておきましょう。で、えっ、ー、と、もう一個いきましょう。もう一個のね、ミクスチャーも、と、よいしょ、取ってもらって、同じようにちょっと置いていきます。こうですね。 置いてもらったら、また表面をちょっと点々点と一回ちょっと軽く叩いて、あのしっかりとミクスチャーをチップにくっつけてもらったら、まず、上に、ちょっと斜め上に持っていきますで。斜め上に持っていったら次ちょっと下に持っていきます、今度。下に持っていって、で、そしたら一旦形をちょっと整えていきましょう。 ちょっとベタベタくっつきますね。ちょっと形を整えていきましょう。ちょっと形を整えていきましょう。いでも、え、いょっといるのも、見るいフィーいフィード、フいード、フいード、フィー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 いフィーいフィード、 こんな感じですね。で、結構、例えば、ここのところに、えっ、ー、と、あの、結構、ジェルがくっついちゃって取れなくなってしまった場合は、えっ、ー、と、一度、ウッドスティックにコットンを巻いてもらって、そこからネイルプレップつけて、あの、拭いてもらうときれいに取れるので、あの、硬化する前に、そういう時は、余分なところは取っていてくださいね。こんな感じで、ちょっと一回足が。 完成したら、硬化をしていきましょう。はい。で、そしたらですね、今度、えっ、ー、と、上の部分作っていきます。でね、この大きいね、方を、ピっと、取ってもらって、えっ、ー、と、この足にちょっとかかるように置きます。このぐらいの位置ですね。足に半分ぐらい乗っかっちゃいます。で、この端側です。足が半分ぐらい乗っちゃいます。 で、えっ、ー、と、そしたらまたね、ここも端っこのところで一回ちょっと上下に伸ばします。で、上下に伸ばしてもらったら、また、この中央側に伸ばします。で、この時またね、このブラシを結構寝かせてもらって、この端っこに厚みを寄せて、中央に厚みがない状態にしていきます。あ厚みはでも今キャンジェル混ぜてないので、だいたい1ミリ、2ミリぐらいに収めてますね。 3D モールドね、そうですよね。リボンの 3D モールドもね、確かに、普通の、なんかね、普通の形のやつ売ってるけど、あんまりそういう足目のとかないですもんね。確かに。で、一回ちょっとね、三角っぽい形に整えていきます。で、えー、っと、私いつも今までずっとウッドスティック使ってたんですけど、なんかね、ふと、さっきこっちのファージェル使った方のやつ作った時に、ここですね、ここ。 ここのシリコンブラシの裏を使ったらすごいちょうどよかったので、あ、ウッドスティックじゃなくてもいいじゃんってすごいさっきね思ったんですけど、ここを使ってこのね、斜めのところにくぼみを入れていきます。これね、すごい綺麗に入ったんです。こんな感じ。手直しいらないぐらいに綺麗に。ここがね、ちょうど丸くカーブしてるので、すごい綺麗にくぼみが入ります。で、そしたらここ、リボンのね、キュッと。 くぼむところをちょっと作ってもらったら、えっと、このまま三角でも可愛いし、ちょっと自然な感じをつけるのであれば、この端っこのところから、ちょっとね、筆を斜めに、こうやってちょっと入れてもらうと、このリボンのキュッとした感じが表現できます。で、反対側も行きましょう。 反対側も同じように、ここ、シリコンブラシの裏を入れていきましょう。すごい、綺麗に入る。こんな感じです。リボンがね、くるっとした感じに綺麗に入りますね。で、そしたら、さっきと同じように、ちょっとね、ここ、リボンのくぼみを、キュッと、つけてもらって、 たら、同じように、この反対側、ちょっとキュッキュッキュッと、押していくと、さらにリボンっぽさがね、出てきますね。そしたら、こちら、硬化をしていきましょう。えー、っと、あ、3D パウダーで作ったリボンは、パーツとして作り置きももちろん可能です。実際、お客様に私はつけちゃうときの方が多いですけれども、パーツとして作り置きする場合は、結構ね、えー、っと、これが結構おすすめです。これ、 プリーから出ているキューティクルオイルですね。CC キューティクルオイルなんですけど、これ、キャップがクリアなので、ここにセロハンテープを貼ってもらって、セロハンテープの上で作ってもらうと、裏からもしっかり光が当たるので、いつも以上にちょっと厚みあってもしっかり硬化してくれます。で、作り終わったら、えっと、セロハンテープをパカって剥がしてもらうと、パーツがポロッと取れるので、作り置きパーツの時は、ね、あの、キューティクル オイルの蓋の部分使ってもらうとね、すごいいいですよ。こんな感じです。で、えっ、ー、と、サンプルで作ったリボン、ちょうどね、この内側のところ、ちょっと茶色入れたら大人っぽくて可愛いかなと思ったので、このコートダジュールキャメル。どういう意味でしょうね。コートダジュールキャメルを使っていきました。よいしょ、こちらです。 で、これをですね、普通にここ、普通に塗っていきます。でも、あんまり太い筆だと多分入れづらいので、100番使ってます。100番を使って、ここの内側のところに。で、あんまりここを厚く入れすぎるとくぼみなくなっちゃって、ただのイラストっぽくなっちゃうので、くぼみは残したままです。こういう感じ。くぼみは残したままで、色をね、置いていくだけです。ここの内側に。くぼみがなくならない程度に、色を置いていきましょう。 こんな感じでーす。で、これも、硬化していきましょう。簡単ですね。あ、ぜひぜひね、そうそう,そう作り置きもね、私結構ドームとかも、あの、普通にお客さんの前で、あの、談話しながら、ちょっとお待ちくださいとか言って作っちゃうんですけど、まあ、ちょっとね、若干それお客様に失礼と失礼なので、作り置きね、しておくと、とてもいいですね。で、そしたら中央はね、ちょっとスタッツ、すいません、スパッツ変なとこにさっき、 これね、このスタッツを使おうと思ったんです。よいしょ。よいしょ。スタッツを置いていきます。で、スタッツはね、ビジュージェルで置いていきましょう。あ、よかった。嬉しいです。簡単だけどね、えっ、ー、と、とってもね、これフレンチっぽくて可愛いですよね。こんな感じですね。で、そしたらビジュージェル。ビジュージェルはね、私よくシリコンブラシ出してるときは、シリコンブラシでこのままつけちゃうんですけど、これね、とっても便利です。このままで、えっ、ー、と、筆に、ブラシに取ってもらって、 ポって置いたら、このシリコンブラシをくるっと一周してもらうと、ここに綺麗にビジュージェルが乗ります。で、ここに、この今の、これですね。メタルパーツを置いていきましょう。スタッツですね。スタッツのラウンドですね、これ。ラウンドを置いていきます。ちょっとはみ出ちゃった。ちょっとちゃお。こんな感じですね。こんな感じで一回硬化をしていきます。 作り置きの場合は、えーとですね、トップで、トップ、あ、最後はキャンジェルでコーティングしてます。作り置きするときは。キャンジェルでコーティングをしております。あ、そうそうね、形がね、そうそうなんです。今回ね、ちょっとさりげない感じで作ってみました。あんまりね、私結構可愛らしい、あの、ちょっと夢川っぽい雰囲気をよく押してるので、ブリッとしたリボンになりがちなんですけど、今日はね、ちょっと大人めな、このね、ワンカラーの中に1個混ざっても、 可愛いようなリボンを目指して作っていきました。こんな感じです。あとね、トップ塗っていきましょう。今日は、えっ、ー、と、私最近大好きなクリスタルトップを使っていきます。よいしょ、クリスタルトップを使っていきます。ついにこの間、えっ、ー、と、スカルプトップもね、トップジェルの,かあの代わりになるので、それはそれで使うんですけど、ついにベティジェルのスカルプジェルもついに貸し 買い足してしまい、最近ちょっとベティージェルブームが私の中で来ております。あ、ねー早速ね、ぜひぜひ作ってください。したらまず、根元からしっかりとトップジェルをまず塗っていきます。塗っていって、で、この 3D の ネイルの時は、この段差のところにジェルが溜まりすぎないようにしてもらいたいです。あんまりジェルが溜まってしまうと、高加熱をお客様が感じてしまって暑いってなってしまったりとか、あと気泡が入りやすかったりするので、結構ね、この筆の角を使ってしっかり塗っていくので、私はね、このトップ塗る時はスクエア筆使っています。これもね、今ベッティの3番のスクエア筆になります。しっかりね、トップを 塗っていきましょう。で、そしたら一回、硬化をしていきまーす。私、いつもね、最後、キャンジェル仕上げなので、キャンジェルを塗っていきたいと思います。よかったインスタライブできてよかったというか、私の携帯が大問題でしたね。もう本当に。申し訳ないです。夜の時間になっちゃって。よし、ちょっとね、トップ塗っていきましょう。あ、キャンジェル。キャンジェルちょっと買い足さないと。足りなくなってきちゃったかも。この間ね、あのー、あれです。 ネイルプレップの 1000ml をちょっと3本、早速買ったんですけど、買ったばっかりだけど、ちょっとキャンジェル買い足したいな。こんな感じで硬化していきましょう。作り置きしたパーツはビジュージェルがいいです。そう、ビジュージェルは、えっ、ー、とね、ビジュージェルで付けてもらうと、アクリルニッパーとかで、えっ、ー、と、美獣ジ,ジェルが、のところですね。例えばこれはそのまま作ってますけど、間にビジュージェルが入ってるとして、この爪と、 この 3D の間のところのビジュージェルのところだけを狙ってアクリルニッパーがって入れてもらうとビジュージェルって弾力性があるのでポコって結構取れるんですよ。なのでね、ビジュージェルでぜひつけてもらうのをおすすめです。というわけでこんな感じで 3D のリボンが出来上がりました。こんなね、感じで。 こっちの方があれですね。ちゃんと左右対称に作ってますね。でもちょっとね、長さが違うかな。こっちの方が足目ですね。で、こんな感じでちょっと色を変えて、ファージェルとか乗せてあげてもとっても可愛いです。一応ね、今日使ったのはこのエクルベージュですね。エクルベージュと、こちら、コードジャダジュールキャメル。で、こっちのファー乗せた方はコードダジュールキャメルをメインに使っていって、こちら、ファー、 チョコレート、チョコレート。ファーショコラかなこれ。ファーショコラを乗せております。とね、マットコートですね。まあ、こんな感じでマットで作っても、ツヤで作っても、可愛いリボンに仕上がるので、ぜひ皆さん、あ、よかった。嬉しい。やっぱね、ちょっとこういうね、サロンワーク受けするものをたまに作るのもいいですね。あ、ぜひぜひ、やってみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。 またねー。あ、ぜひぜひやってみてください。ありがとうございます。